弦楽四重奏曲第3番に丁調作品1から三方冒険33はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲した最初期の弦楽四重奏曲である。1755年から1760年頃にかけて作曲されたもので、この頃のハイドンの弦楽四重奏曲はまだ語学賞で構成されているなど、様式的には ディベルティメントと言えるもので、ハイドン自身もディベルティメントと呼んでいた。全6曲からなる作品1はいずれもセレナーデ風の感情楽章を中央に置き、それをメヌエットと簡略なソナタ形式の急速楽章で挟むという対照的な形式をとっているが、この曲のみ第三音楽章と入れ替わり第一楽章に感情楽章のアダージョを持っている点が得意である。ただし、 当時の流行を考えるとこれは単に出版社のミスだと言えなくもない。ビオラパートがほとんどチェロの単純な通奏低音の1、オクターブ上を奏するに過ぎないということは既存の三重奏を少し編曲したものであろうとも思われる。また、作品1や作品2の弦楽四重奏曲集ではまだ低音部分がチェロではなくバッソと指示されているため、 当時の演奏監修からすると、チェロとコントラバスを重ねて演奏したり、チェンバローが通奏低音に加わって演奏された可能性も指摘される。前後楽章、演奏時間は約15分。気取ったところのない簡潔な曲風である。ありがとうございます。